江戸時代に讃岐を治めていた高松藩松平家の不動産管理などをしている松平公益会。理事長の佐伯勤さんが資料を整理していたときに発見したのがこちらの写真です。大隈重信と、それから奥様と、それからこれが12代の頼長夫妻で、武衛さんはここに。大隈重信と中野武衛が一枚の写真に収められているものはこれまで見つかっていませんでした。松平家が明治以降に、いろんな出来事なり、それから来客等が来た時の記録がね、松貝写史という記録のあれノートがあるんです。その中めくりますとね、大正2年11月に3泊4日で5歳で来られたと。で、目的は早稲田大学の交友会、まあ、OB 会みたいなものですね。それで来られたという手書かれたんですよ。高松松平家の12代当主松平頼長は東京専門学校、現在の早稲田大学の卒業生です。頼長の後見人を務めていた中野武衛と大隈重信はそれ以前から深い交流がありました。中野武衛は1881年明治14年に大隈重信が当主を務めた立憲改進党に入党、自由民権運動の政治家として活動を始めました。武衛はその後、当時愛媛県に併合されていた香川県の独立に力を尽くします。その年に外務大臣になられて、で大隈さんの力を借りていろんな仕掛けをして、で年末には、香川県 OK というね、合意をいただいて誕生したと。香川県の独立は外務大臣だった大隈重信による中央政府への働きかけがあって成功したとも言われています。大隈重信はその後総理大臣にもなりますが、2回目の総理になったのはこの写真が撮られたすぐ後でした。外務大臣の第1回目の時に香川県誕生、ここへ来られて半年近く後にもう内閣総理大臣、それからなんかちょっと因縁みたいなのをちょっと感じますかね。この写真が撮影されたのは玉母公園のとある場所です。高松城の天守台に来ています。中野武衛と大隈重信の写真はこの辺りで撮影されたものと見られます。明治初期に天守閣が取り壊された後、ここには初代高松藩主松平頼重を祀る玉母廟がありました。写真はその玉母廟の入り口で撮影されたものだとわかります。中野武衛はこの写真が撮影されて5年後に70歳でその生涯を閉じました。大隈重信は友人代表として葬儀に参列し、新聞へも追悼の言葉を寄せるなどしました。ここへ来られた時が大隈重信さんが75歳、武衛さんが65でちょうど10歳違いなんですよね。ですから自分が元気なことから考えると、あと10年15年は武衛さん生きてくれるやろうと、自分の志の一部はね、武衛さんに託したいという思いは強かったんだと思うんですよ。新しく見つかった写真は改めて大隈重信と中野武衛の深い交流を示す重要なものだと言えそうです。